ディープ事務局総合格闘技イベント、ディープ東京インパクト20236ラウンド、2023年11月23日、木曜日、祝日、下向き黒三角第10試合ディープメガトン95分 3R0 水野達也、フリー、TKO2R0 分17秒、パウンド、レフェリーストップ黒丸3、Y&K アカデミー、ホト、水野の右が入り、 セイントがバランスを崩す場面、水野はドリームでミルコクロコップ、メルビン・マヌーフ、レガール・ムサシラ世界の競合と対戦してきたベテラン。18年2月、ディープミドル級チャンピオンに、今年7月にメガトン級暫定王者の坂井亮に挑戦し、1RTKO 負けした。対するセイントは横須賀基地に勤める現役米軍ファイターとして21年デビューすると、いきなり坂井亮を秒殺。 二連勝で同年十月の雷神に参戦し、す田りをと対決したが、一 RKO 負けを喫した。一 R、サウスポー構前の水野は右パンチを放つも、頭を下げた時にセーントが膝蹴り。これはクリーンヒットしなかったものの、危ない場面。水野は左右のパンチで攻めるも、かわしたセエントがカーフキックをダブル。水野もカーフキックを返して、 シングルレッグに入りリズムを取りかける。だが、セイントの膝蹴りが近敵へ。中断後、再開。水野の左が入り、そのままテイクダウンに成功。バックからチョークを狙うも、ここはセイントがしのぐ。上から水野がパウンドを落とす場面もあったが、セイントが耐えた。ニアール水野は右を決めて追い込むと、セイントが足を取りに行く。水野の右が決まり、 セイントがダウン。水野がパウンドへ行ったところでレフェリーが試合をストップした。TKO 勝ちした水野はメインまで見てくれてありがとうございました。次回、セイント選手が挑戦者有力候補として出ていました。勝ったので、タイトルマッチをやらせてください。埋まってる。じゃあ、その後やります。待っていてください、とアピールした。